雨竜巻台風宇宙から見た地球。大気中では様々な気象現象が発生している。気象は気温、気圧の変化などの大気の状態のこと。また、その結果現れる雨などの現象のこと。広い意味においては大気の中で生じる様々な現象全般を指し、例えば小さなつむじ風から地球規模のジェット気流まで代償様々な大きさや、 出現時間の減少を含む。気象とその仕組みを研究する学問を、気象学、短期間の大気の総合的な状態を予測することを、天気予報、または気象予報という。日本において、日本語の気象が一般的に大気現象の意味で用いられるようになったのは、明治時代初期のことである。それまでは、人物の性格や気質を指して用いられており、 現在の気象と同じ意味であった。1873年発行の柴田正吉、小安春編、不音相図ワジーにおいて、ミティラロジーを気象学と訳したのが初期の要例として挙げられ、1875年6月に設立された東京気象台では行政機関の名として初めて使用された。気象には類義語がある。ただし、 同じ大気中の物理現象であっても、地理的な観点から、ある土地固有の気象現象として捉えた場合は、天候、気候と呼び、別の意味を持つ。また地球を取り巻く、諸現象を考えたとき、大気の中で起こる現象を、気象と言い、大気圏外で起こる現象は、天文現象、地面や地中で起こる現象は、地質現象として区別される。ただ、これらは、 全くの無関係ではなく、相互に影響し合う部分がある。地球の大気は、地表から高度数百キロメートル程度までで、地表から順に、大流圏、清掃圏、中間圏、熱圏と命名され、これらの層内には、地球の重力に捉えられた気体が存在している。地表から熱圏と中間圏の境界である、高度約80キロメートルまでは、大気の蘇生は、 窒素約七十八パーセント、酸素約二十一パーセント、その他微量成分一パーセントで一定であり、それ以上の高度では、高度が上がるに従い分子量の大きな重い成分から減少する。高度約八十キロメートルまで成分が一定なのは、この範囲で空気の混合が起こっているためである。そのため、気象現象が起こる範囲は、この高度約 80km までと考えることが、 多い。地表の気圧は、標準大気圧1気圧の前後数十ヘクトパスカルの範囲内にある。高度が上がるに従い気圧は低くなり、また気温も低くなる。ただし、気温が低下するのは、赤道付近では約1 6キロメートルまで、中緯度では約1 1キロメートルまで、北極、南極付近では約 8km までである。 これ以上の高度に行くと気温は一定か逆に上昇する。この気温低下の止まるところを大流圏と清掃圏の境界、大流圏界面といい、ほとんどの気象現象はこの大流圏内で起こる。地上に雨を降らせる雲は大流圏内に存在する。黙々と湧き上がる背の高い積乱雲も大流圏界面を突き抜けることはない。一方、清掃圏や 中間圏にも強い風が吹いているほか、真珠母波波雲や夜光雲が発生するが、大流圏に影響を与えることは、ほとんどない。地球上に起こる気象は、太陽の活動により、地球に供給されるエネルギーに由来している。太陽が発している放射エネルギーを太陽放射といい、ほぼ全量が電磁波であり、そのうち47%が、波長0.4から0.7マイクロメートルの、 可視光線46%が波長0.7から100マイクロメートルの赤外線7%が波長0.4マイクロメートル以下の紫外線である。なお、生物に有害な波長0.2マイクロメートル以下の紫外線のほとんどは散乱されたり大気上層の成分により吸収されたりして地表にほとんど到達しない。地球に入ってくる太陽放射を100とすると30は 反射によりすぐに宇宙に放出され、残りの70が地球の大気や地面、海洋などに吸収されて熱となる。この熱が気象の原動力となる。なお、大気が存在することにより地表は保温されている。全地球を平均した表面温度は現在約摂氏15度だが、大気がない場合には約摂氏20度と推定される。大気中の成分が太陽放射や 地球放射を吸収して熱に変換しているからであり、これを温室効果という。地球の大気上端の太陽に対して垂直な面が受ける太陽放射の量を太陽定数といい、現在は平均1366ワット毎平方メートルである。太陽放射の量は各地点の太陽の高度、すなわち季節と緯度により変わる。仮に大気による吸収がないとした場合、 太陽高度アルファードにおける太陽光はとなる。緯度が高い地点ほど太陽の高度が低く届く太陽光は少ない。また同じ地点では下肢に最も太陽の高度が高く当時に最も低い。春分や秋分の赤道は太陽高度が90度であるため約1366ワット毎平方メートルになる。なお、地上の場合、 大気や雲による吸収を経て地上に到達するため、これよりも小さい値となる。地球には表面の7割を占める海洋のほか、氷河、湖、川、地中、植物や動物の体内など様々な場所に水が豊富に存在する。水は地球大気で起こりうる環境下で液体、気体、固体の3体で存在し得る上、常温でも大気に対して気発性が高く。 状態変化を起こしやすい。状態変化は周囲の物質との間で転移熱の放出や吸収を伴う。大気中の他の多くの気体は運動する大気の中で、鍵列のみを運ぶが、水は鍵熱と鮮熱の両方を運ぶため、熱の移動の面からも水は重要な役割を担っていて、天気を予測する際には重要な因子となる。例えば、低気圧の多くは、 雲の発生により放出される、凝結熱による加熱が発達要因の一つとなる。さらに、水は雨や雪などの降水現象をもたらし、地上の天気にも関与している。大気に供給される熱は、緯度、地形、季節、時間などによって異なるため温度差が生じる。大気の場合、空気が部分的に温まると膨張して密度が下がり、 周囲より浮力が大きくなるため上昇する一方、逆に冷やされると収縮して密度が上がり、周囲より浮力が小さくなるので加工する。これは一例ではあるが、こうした、ある空間の物理的な不均一を解消しようとする、働きによって、一種の乱れが発生する。気象の根本的な原因はこの乱れであり、気象学においてはこれを上乱と呼び、 大気の定常状態からの乱れと定義している。上乱や定常状態は物理的な気象要素として方程式に記述できる現象であり、天気予報ではこの方程式を活用して上乱を予測する。気象に関係する方程式は熱力学や流体力学などが中心で、特にこれらの分野の理解が必要となる。また、気象は 複雑なシステムであり様々な外的要因、内的な不安定要因が存在する。外的なものでは、地形の影響、地球の時点の影響、海洋の影響など様々なものが関係していて、総合的に考える必要がある。内的なものでは、カオス理論で述べられているような初期値鋭敏性、例えば分子や原子レベルの振る舞いの違いが、 現象の現れ方の違いになりうるが、天気予報に用いるコンピューターの能力の限界から、それを完全に再現することは困難で、実際には、近似によりある程度単純化して再現性の良いものを用いるということが行われている。気象要素を観測する自動気象観測所待機の状態や気象現象はいくつかの要素で表すことができ、これを気象要素と呼ぶ。 気象要素の多くは物理的な値だが天気分類や雲型などの例外もある。これらの要素の中には一定の期間やある地域内における最高値、最低値、平均値、四季値上の回数や日数などを統計で取りまとめるものがある。例として気温では最高気温、最低気温、平均気温を1日、1ヶ月、1年などの単位で算出するほか、 日本の気象庁は最高気温30度以上の真夏日、最低気温0度未満の冬日などの日数を算出する。また、気象要素を他の分野に応用したものとして、体感温度や不快指数、湿球呼吸温度などの快適性指標や火災の起きやすさを示す、実行湿度などがある。晴れ、曇りなどを除いた気象現象を挙げる。 ある季節にのみ生じるような気象を特に季節現象と言う。日本では梅雨、秋雨などがある。なお、風を除いた主要な気象現象は、大まかに4つに分類することがある。分類名のアルファベット表記は、ギリシャ語のメテオと、核現象の種類を示す語を合わせたもの。大気交渉以外の分類名はあまり用いられない。気象現象の規模は、 代償様々で一くくりにして扱うのは困難で規模によって現象を記述する方程式が異なることから規模によって分類するのが普通である。一般的にはオーランスキーが考案したものを一部修正したものを用いることが多い。上記の区分は水平規模で区分したものであるが継続時間とも相関性がある。下記は 世界気象機関による気象現象の継続時間ごとの分類である。天気予報で用いる天気図は相関スケールの状態を表現するものである。相関スケールの天気図は相関スケールの現象しか表現できず、それより大きな現象や小さな現象は正確に表現できない。しかし、注意度では相関スケールの現象が天気に関して支配的、つまり 相関スケールの減少を把握しておけば、大方の天気の予想ができる。また主要な先進国の多くは注意度に位置することから、近代気象学が始まって、以来最もよく使用されてきた。東京のウォンズ気象観測とは気温などの気象要素や気象現象の発生の様子を記録することであり、現在は天気予報のために、世界的に構築された観測網によって、 定期的にデータが収集されている。気象観測は、地上だけではなく、海上の船や部位、航空機でも行われる。またラジオゾンデなどの観測気球により、地表から上空までの気象の変化も観測されるほか、気象レーダーや気象衛星により、広域的に観測されるものもある。観測データにおいて平年値とは、数十年間のデータを平均して算出される。 過去の気象の傾向を示す値である。極値とは観測開始から継続して観測を行ってきた上で最も平均から外れた値である。平年値は気候を知る上で重要であり、極値はその観測地点の気象がどの程度の範囲で変動するかを知る上で重要なものである。なお、観測値が約30年に一度か。 それより少ない頻度でしか発生しないような気象を異常気象といい気象災害の目安とする。初雪や真夏日などは季節の変化を見る目安となることから季節現象として観測されている。また日本では桜の開花やセミの初鳴きなど季節性のある生物の営みを見る生物季節観測も行われている。観測を通じて様々な気象要素をデータ化し、 統計としてまとめることは気象予報や気象学において基本であり重要な事業である。さらに気象データは気候学、建築学、環境学など学術研究から実用まで様々な分野に応用されている。天気予報では気象観測のデータを様々な形で活用する。観測値から大気の現在の状態を保管して出力することができるほか、 将来の変化を予測して出力する。現在の天気予報は予報対象により異なるが、プリミティブ方程式というものを用いて、コンピューターにより実際の大気を再現したモデル上で物理値を演算する数値予報が主流となっている。天気図はいくつかの気象要素を地図上に表現したもの。19世紀後半に近代気象学が始まってからしばらくは、 手作業により記入された地上実況天気図がほとんどだったが予報には不可欠な資料であった。数値予報が始まってからは数値予報の演算により多くの種類の予想天気図や構想天気図が作成されるようになった。現代の天気予報においては一般的に目にする地上実況天気図だけでは予報の正確性に欠くので構想天気図や予想天気図を活用して 予報を行うのが普通である。また、雷雨の発生などを判断する、熱力学ダイアグラムとして、エマグラムなどのグラフを用いることがある。雨が岩石を侵食したり、風化を促進するなど、気象が自然の地形にもたらす効果は、地殻変動や海洋による効果と並んで大きなものである。V 時刻は、河川の侵食、カールや U 時刻は、氷河の侵食による、 典型的な谷である。川なり平野は主に河川による堆積作用によってできた平野である。また大量の雨は土砂崩れ、地滑り、土石流などの土砂災害や洪水も引き起こす。一方で小乳道や滝、石灰岩の浸食によるカルスト地形など美しい景観に寄与する面もある。雨は様々な経路を経て地下水から井戸により組み上げたり、 河川から取水し水道網を経たりして生活や産業活動にも使われる重要な役割を持つ。気象が人類の歴史に大きな影響を及ぼした例もある。1281年の考案の役において神風と呼ばれる嵐が元軍の撤退に拍車をかけたことは日本では広く知られている。グリーンランドでバイキングの植民地が全滅した商標期。 例外や大雨により発生した、天命の大飢饉、高潮と大雨によって、ニューオーリンズが水没したハリケーンカトリーナなど、異常気象と呼ばれるような災害も、歴史上で多く発生している。人間活動において、気象は、生活に深く関わってきた。農耕においては、雨の、多い、少ないが、作物の出来に影響し、狩猟や漁では風向きを知ることが収穫のよし悪しや、 自身の安全に関わる。このような理由から、例えば、朝焼けがあれば、雨が降るといった経験に基づく伝承、現在でいう観天暴起を通じて、天気を読むことが行われた。一方、雨乞いなどの信仰とも結びついた行為も行われてきた。天気の伝承の中には、現在の気象学から考えても正しいものもある。長い間観天暴起による予測が行われたが、 物理学などの諸科学の発展により、ヨーロッパにおいては中世頃から気象現象を科学的に解明することが始まった。19世紀に電報が発明されてから遠距離間で気象情報を伝達できるようになったことをきっかけに本格的な科学的予測が始まった。20世紀初頭に数値予報が初めて考案され、当初は その計算量の多さから不可能とされていたが、1970年代の高性能コンピュータの普及によって、大量計算が可能になってからは大きく、科学的予測が発展した。また1960年代に登場した気象衛星は、気象観測の幅を広げ、精密機械や通信機器の開発に伴って、気象観測の自動化、無人化も進んでいる。 漁業においては、例えば日和山から観天暴起を行い出港を判断していたものが、現代は漁業気象として提供される漁業に特化した気象情報を通じて安全が図られている。また、農業では動植物や自然の変化を季節の変化の目安として伝える、現在で有機施節学に近いことが農事歴などを通じて行われていたが、現代は 天気予報に重点が移りの事歴力を用いることは少なくなってきている。また、20世紀に生まれた航空の分野でも気象は非常に重要視されており、航路や離着陸地の安全のための情報などに特化した航空気象が提供されている。近年、科学の力によって人工的に雨を降らせたり、台風を弱らせたりといった気象制御の試みがいくつか実行された。 しかし、現在の技術ではいずれも明確な成功には至っておらず、技術が発展した未来でなければ、制御は不可能だとされている。サイエンスフィクションの世界では、火星などの惑星をテラフォーミングして人間が生活できる環境を作るという話もあるが、これも遠い未来の技術でしか不可能だとされる。火星のゴミ旋風、火星探査機スピリット撮影地球以外の天体でも、 大気がある天体には気象現象が発生する。土星の衛星であるタイタンは窒素とメタンの大気からなり、メタンの雨らしきものが降っていることがカッシーニの探査からわかっている。また、金星は二三海王の雲から硫酸の雨が降り、上空では秒速100メートルもの風が吹いていることがわかっている。 火星の極地では大規模な二酸化炭素の消化によって時速 400km もの風が吹いていることも分かっている。木星では大赤斑と呼ばれる高気圧の渦があり、長期的に安定して存在する大気の循環によってできたのではないかと考えられている。これに対して海王星では大暗藩と呼ばれるものがあるが、こちらは短期間で消滅するものしか観測されていない。 ありがとうございます。